平野翔と、神宮寺勇太のインスタストーリーがファンに勇気を与える理由とは、ファンとの距離を縮める秘策を大公開。かつて、日々の忙しさに追われる中で、SNS やメディアの影響力が私たちの生活にどれほど深く浸透しているかを実感することが少なくありません。特に、芸能人やアイドルが発信する何気ない一言や写真が、私たちにどれほどの影響を与えるか。 そしてそれがどのように私たちの感情や日常に作用しているかを考えると、改めてその力に驚かされます。例えば、平野翔や神宮寺雄太のインスタグラムストーリーがファンにどれほどの影響を与えているかを見ても分かるように、彼らの投稿は単なるエンターテインメントの枠を超え、私たちの日常に彩りを添え、時には励ましとなり、時には笑いを提供してくれます。彼らが投稿するストーリーには、 日常の一コマやちょっとした素顔が映し出されており、それはファンにとって一瞬の喜びや共感を生み出します。例えば、朝の寝起きの姿や無防備な笑顔、ふとした瞬間の表情が捉えられた写真や動画は、ファンにとって、彼らも私たちと同じように普通の人間なんだと感じさせる要素となっています。それが彼らとの距離感を縮め、親近感を持たせる要因となっているのです。また、彼らの投稿には、 時ににユーモラスなな要素がが含ままれれててておりそれがファンととっっのの癒しや笑いの源となってい源す例えば、加工された変顔の写真や、ちょっとしたいたずら心が見える投稿は、ファンにとって一瞬のエンターテインメントとなり、日常の疲れを忘れさせてくれる瞬間です。それはまるで、忙しい日常の中で一息つく瞬間のように感じられるのです。しかし、これらの投稿が持つ力は単なる癒しや楽しみだけではありません。 彼らの SNS を通じて発信されるメッセージや写真は、ファンに対して一種の励ましや勇気を与えるものでもあります。例えば、彼らが頑張っている姿や挑戦する姿勢を見せることで、ファンも自分も頑張らなければという気持ちになることがあります。それはまるで遠くから応援されているような感覚であり、日々の生活において一歩踏み出す勇気を与えてくれるのです。さらに、彼らの投稿は、 ファン同士のコミュニケーションのきっかけにもなっています。例えば、平野翔や神宮寺勇太の投稿がファンの間で話題となり、それがファン同士の会話の糸口となることがあります。SNS 上でのコメントやリツイート、さらには実際の友人同士での会話において、彼らの投稿が共通の話題となり、それが新たな友人関係やコミュニティの形成につながることもあります。このように、彼らの SNS 投稿は、 単なる自己表現やファンサービスの枠を超えて、ファンの生活において大きな影響力を持っています。それは、私たちがどれだけ SNS に依存しているか、そしてそれが私たちの日常や感情にどれだけ深く影響を与えているかを改めて考えさせられる瞬間でもあります。現代社会において、SNS はもはや単なるコミュニケーションツールではなく、私たちの生活の一部となっているのです。しかし、 この SNS 依存の裏側には、いくつかのリスクや問題点も存在しています。例えば、SNS 上での「いいね」や「フォロワー数」といった数字に過度に依存してしまうことで、自己肯定感が SNS 上での評価に左右される危険性があります。これは特に若い世代において深刻な問題となっており、自己評価が他者の反応に依存してしまうことで、本来の自己価値を見失ってしまう可能性があるのです。また SNS 上での情報型によって、情報の取捨選択が難しくなるという問題もあります。膨大な情報が日々更新される中で、本当に必要な情報や有益な情報を見極める力が求められるようになっています。しかし、その一方で、偏った情報や誤った情報に影響されやすくなるリスクも高まっています。これにより、SNS を利用する際には、 情報の信頼性や出どころをしっかりと確認することが求められるようになっているのです。そして、SNS 上での過度な自己表現や他者との比較によって、ストレスや不安が増大するという問題も指摘されています。特に、他者の成功や幸せそうな姿を目にすることで、自分との比較が生じ、それが劣等感や自己否定につながることがあります。これが続くと、 精神的な健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、SNS の利用には適度な距離感が必要とされています。これらの問題に対処するためには、まず SNS との向き合い方を見直す必要があります。例えば、SNS を利用する際には、他者との比較を避け、自分自身の価値観や目標に基づいた自己表現を心がけることが大切です。また、SNS 上で得られる情報に対しても、 批判的な視点を持ち、必要に応じて情報をフィルタリングすることが求められます。さらに、SNS 依存を防ぐためには、日常生活においてオフラインでの活動や趣味に時間を割くことが有効です。例えば、家族や友人とのリアルなコミュニケーションや、自然の中でのリラックスタイムを大切にすることで、SNS に頼らない生活バランスを見つけることができます。また SNS を利用する上でのマインドフルネスも重要なポイントです。例えば、SNS をチェックする際には、何気なくスクロールするのではなく、その瞬間にどのような感情や思考が生じているのかを意識することで、自己コントロールを保つことができます。これにより、SNS 依存を防ぎつつ、より健全な SNS との付き合い方を模索することが可能となるのです。最終的に、 SNS は私たちの生活において重要なツールであり続けることは間違いありませんが、それがもたらす影響やリスクを理解し、適切に利用することが求められます。特に、若い世代にとっては、SNS が自己表現やコミュニケーションの手段として大きな役割を果たしているため、その利用方法について教育やサポートが必要です。学校や家庭での教育を通じて、 SNS の適切な利用方法やリスクについての理解を深めることが重要です。さらに、SNS を通じて得られる情報や経験を、より豊かなものにするためには、自己成長や他者との健全な関係を築くためのツールとして活用する視点が求められます。例えば、SNS を通じて新しい知識やスキルを学んだり、異なる文化や価値観に触れることで、自己成長の機会を広げることができます。また SNS を通じて気かれるコミュニティやネットワークは、互いにサポートし合い、励まし合う場となりうるため、それを積極的に活用することが大切です。こうした視点を持ちながら、SNS との付き合い方を見直すことで、私たちの生活はより豊かでバランスの取れたものになるでしょう。そして、日常の中で感じる小さな喜びや幸せを大切にし、それを SNS 上で共有することで、 他者ととのつなががりを深めることができますしかしその一方で他者との比較や過度な自己表現にとらわれることなく自分自身の価値観や目標に基づいた意気肩を大切にすることがこれからの時代においてますます重要となってくるでしょう結論として SNS は私たちの生活において欠かせない存在である一方でその利用方法や向き合い方には慎重さが求められます 適切な距離感を保ち、健全な自己表現やコミュニケーションを心がけることで、SNS は私たちの生活において、より豊かで有益なツールとなりうるのです。そして、私たち一人一人が SNS を通じて得られる喜びや学びを大切にしながら、それを他者と共有することで、より良い社会を築いていくことができるでしょう。